チャス優勢です。アメリカカナダ西部縦断の旅無事終了いたしましたよ。そして皆さんにはご報告が3点ございます。1点目は今後のルートについてです。ホワイトホースからカナダの東側トロントへ飛んで、そこから今度は南へ向かって自転車を漕いでいこうと思います。まずは再びアメリカへ、アメリカ東部縦断の旅、ニューヨークとかマイアミとか世界に名だたる大都市をいろいろ観光しながら、アメリカを存分に楽しんだ後はメキシコ、そして南アメリカへと自転車を漕いでいきたいと思います。アメリカ縦断は冬に追いつかれる前にメキシコに入っちゃいたいと思います。メキシコまで入ってしまうと結構寒さに関しては気にする必要がなくなるのかなと思っていて、今度は4月から始まる雨季までにはなんとか南アメリカのところに入っていければ最高なのかなと思います。とは言ってもね、あくまで予定ではございますが、がっつり決めてるわけではございません。何か変わったことがあればその地に滞在したりとか、いろいろ予定変更もあるかと思います。まあ一応はそんな感じの予定でやっていくつもりです。というわけで飛行機に乗ってまずは東海岸へ移動します。東海岸まで自転車で行ってるとね、あっという間にカナダは冬になってしまうので、そこはまあ飛ばしてもろてという感じです。報告2点目はですね、なんとゆうちゃりダイアリー無事収益化いたしました。いやー長かったね。 YouTube を始めて2年以上経ちましたが、このタイミングでようやく広告収入を得られるようになりました。嬉しいです。これもひとえに皆さんのおかげでございますよ。見てくださる方あってのねチャンネルだと思っております。なかなか長い道のりでしたが、それでも楽しく動画更新やってきたので、これからも引き続き YouTube 投稿楽しんでやっていきたいなと思います。 YouTube の収益化というと何やら夢のある話かのように思いますが、ようやく収益化をして1ヶ月経っていくらお金がもらえたのかというと、ざっくり3000円でございます。もうちょっともらえると思ってたよ、俺はもうちょっともらえると思ってたよ。3000円で言いますと、まあ月8本か9本投稿しているので1本あたり400円ぐらいですね。完全に赤字です。まあまあこの2年間ね0円で動画投稿を続けてきた変わり者ですから、お金が投稿するだけでもらえるってだけでもかなり感動なんだけれども、円安事情にはかないません。毎月3000円とか4000円とか YouTube さんからいただいても、もう円安のせいで勝手に貯金も減らされてる気分だし、全然これじゃあね賄っていけません。ということでご報告3点目、収益化に伴ってメンバーシップを始めたいと思います。というか始めました。月額月々支払うことで YouTube チャンネルを応援できる制度となっております。月1杯のコーヒー代から月1泊ちょっといいところに泊まりなよと思うそこのあなた、優勢のことをぜひ応援してください。自分で自分のことね応援してくださいっていうのもなかなか恥ずかしいものではございますが、まあもしそういう方がねいらっしゃれば、優勢なかなか楽しそうなことやってんじゃないのと、俺の代わりに楽しんできてよでもいいし、優勢毎日野宿で1週間2週間ずっと野宿は辛いだろうと、1泊ぐらい好きなところに泊まりなよというそこのあなた、ぜひ私のことを応援してくださると幸いでございます。メンバーシップになっていただくと、優勢が進路を決める時のご相談や、あるいは近況報告などメンバーの方でしかお楽しみいただけない様々な特典をご用意しております。詳しくはメンバーシップ説明動画の方を上げておりますので、概要欄の方からご覧になってみてください。優勢の
世界一周まだまだ始まったばかりでございます。これからも元気に動画投稿していく予定ですので、ぜひ楽しみに待っていてください。それでは次回よりアメリカ東部最縦断の旅スタートでございます。それじゃあねー。ゆうせいのチャリンコ世界一周の旅、まだまだ続いていきます。チャンネル登録と通知をオンにして一緒に旅行を楽しもう。